はい、今日はですね、今日僕の声を、声というか僕の素材をもう皆さんが勝手に使えるようにします。よろしくお願いします。お願いします。おなじみ石井さんです。よろしくお願いします。今回あの僕の声をみんなが使えるようにするっていう感じの企画じゃないですか。そうなんです。ちょっと詳しく教えてもらってもいいですか。でも説明できなくて、はい、なんかまあ僕らの仕事って、うん、はい、あのパソコンで曲を書いたりするんですけど、はい、それあのまあ DTM って言ったりするんですね。デスクトップミュージックって言って、あ、そういう曲だったんだ。なんかデスクの上で、はい、あの曲書きますよっていうものなんですけど、はいはいはい、まあ、デスクの上に楽器ってないじゃないですか。基本的にパソコンとモニターがあって、うん、でもいろんなこの例えばギターの音とか、あのいろんなベースの音だったりとかっていうのをこう組み込んで、はい、パソコンの中で組み込んでやるんですけど、はいはい、今回は井上さん声をパソコンの中に入れさせていただいて、はい、あのいろんなユーザーが曲の中にあの組み込めたり、はい、まあ、もしくはまあそれ例えばセリフだったりとか、まあ、そういうものをまあ例えば動画の中で使えたりとか、はい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 、でそういったものをの製品化のレコーディングですね。なるほど、はい、だから僕をたくさんいろんな人が動画上で使えるようになる。そうです、そうです。じゃあちょっと収録お願いします。はい、やっていきましょう。お願いします。で、この製品のするにあたって、はい、まあ、はい、なんか例えばなんですけど、はい、数字なんか0とか1とか、うん、まあ、例えばなんか3、2、1で曲が始まるようにユーザーがしたいっていった時に、その3と2と1っていうのを別々に録音しておいて、うん、はい、あのいわゆるキーボードですね、ド、うん、を弾いたら3みたいな、はいはい、レを弾いたら2みたいな、はいはいはい、に入れていくんですけど、まあそれを一つ取らなきゃいけないのと、うん、あとこう曲の中のテンションの違いってあると思うんですよ。ありますよね。はい、なので同じ3、2、1でも静かな3、2、1もあるかもしれないし、はいはいはい、で3、2、1ってこう強めに言うパターンとかがあったりとかするので、なんかこの一つのセリフでも若干テンション違いっていうのを収録していきたいな。何パターン収録したらいいですか。基本的には多分ね3パターンぐらいを実装するんですが、はい、だから弱中強みたいな、正義の味方、悪のヒーロー一般人みたいな感じにします。あ、なるほど。あ、確かにそれもいいですね。別にマジっすか。それもいいと思います。お願いします。ゼロ、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 一、8、8、8、8。これ超疲れますね、これ。これもうなんか こんな感じ、ジェットコースターみたいな。ちょっと休憩します。あ、大丈夫ですか。はい。で、2枚目がセリフパッチなんですけど、ちょっと多分この一番最後の赤い行が結構同じような感じでいくとなんか違うなっていうのがあると思うので、ここのパターンは若干お任せでもいいですか。はい、この3パターン、はい、あとはまあ下の方はなんか YouTube で使えそうなものと、上の方は曲中で使えそうな方と、真ん中の方は煽りみたいな、はい、そんなセリフ配置になっております。じゃあお願いします。いくぞ、行くぞ、行くぞ。いいね。お前、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 変身、変身、変身、変身。はい、ありがとうございます。
めちゃくちゃいい感じです。やばいっすねこれめっちゃ疲れます。これ多分だんだん喉がいかんできこれ汗だくなんだけど、これすっごい汗やばい、サウナ入ってるみたいちょ、俺過去1カロリー使ったかもしれないですこんなに一気にやらないですかありがとうございます。めちゃくちゃいいの撮れてます。本当ですか、はい、なんか需要ありそうですか。めちゃくちゃビリオン。え、てかでもこれ唯一無二、唯一無二、絶対に他にないんで確かに、うん、これはもう全世界の人たちが買えるんですか。でクリプトンというところのところで販売をしてるので、そこの会社がいやそのさっき言った DTM、はい、系でもう、まあ、みんなが知ってるようなトップシェアですね、はい、そういうサイトがあるんですけど、でそこで出す。じゃあもう技術者に向けてですね、本当に。あ、そうですそうです。あ、ただはい、これ面白いのがこれ別に技術者だけに向けてじゃなくて、はい、まあ、システム上例えばこれを動かすためのソフトが必要なんですけど、はい、それは DTM を使うためのソフト、これは WAV、いわゆるその単語うっはとかってバラバラに入ったものを同封されるので、うん、持ってなくても、うん、いわゆる動画に使うために買うっていうことが全然できる。あ、いろんな用途があるというかちょっとできたら皆さん遊んでみてくださいぜひ、はい、よろしく。